はい。お世話になってます。はらるチャンネルです。えー、令和6年7月27日ですね。まあ、夜、もう 12, 12時、もう日付変更線を超えます。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、何日か前に出したですね、私の、この画像を見てわかりますけども、奈良公園で鹿を蹴る、まあ、男性。え、えー、あのこれ見,見かけましたら、あの奈良の方の動物愛護団体の方に連絡してくださいっていう、まあ、そういう動画を出したんですけども、まあ、その動画が、このチャンネルです。 史上最高にバズりましてえ、視聴した方、コメントくださった方に <laughs> 感謝の気持ちを送りたくて動画を1本作らさせていただきます。はい、でご存知のように、ですねこの男性ですねこの男性がですねあの、まあ、奈良公園で鹿、えー、を2回蹴ったということで、えーまあ、すごいすあの <laughs> 問題になって誰なんだって人定確認を今騒いでるんですけど、これちょっと見つからないんですよね。 まあ中には中国人だっていうんですけども、着てる服は日本のブランドの商品だとか、あと何だっけな、これ。ちょっと待ってね。よいしょ。と、この鍵、鍵が日本のどっかに、カーショップに売ってるものを使ってるとかって、まあ、こういうことをね、言ってるんですよね。だから、中国人なのか日本人なのかまだはっきりわかりません。で、この人を法的に罰するには、あの文化財保護法、 ちょっとこっちきっきり削除しますね画面を停止、えー、この文化財本法って私言いましたけどもあの文化財本法っていうのはこれ以前あの奈良公園であったあの事件であの鹿を <laughs> まあ捕まえて殺丸、まあ、しちゃったんですね殺傷しちゃってるのコンバイって鹿になんか自分がなんかちょっとなんかちょっかいされたのそれ頭にきちゃってやっちゃったっていうことで動物 文化財保法で、天然記念物ですか。はい。でまあ、接取したんで、これ文化財保法で罰,則罰,罰せられたんですが、この場合、ちょこちょこっと蹴っただけなんで、えー、ちょっとこれは罰,せ罰則を与えるの難しいんじゃないのかっていうことらしいんです。リーガルチェックの高橋さんによると。で、僕も調べたんですけど、ちょっと軽く蹴ったぐらいじゃ何にもならないんですよね。で、結局、他にも動物愛護法だとか、鳥獣本法っていうのもあるんですけど、 この場合はもう当てはまらないと、殺傷か、棄損か、怪我、それを明確にやらないと。やめちゃったとか、傷つけたとか、足を切っちゃったとか、そのくらいやらないとですね、やっぱ罰則を与えられないっていうことで、えー、ちょっとこれ難しい案件になってるっていうことがちょっと自分の方で分かったんですね。なおかつ、あのー、野生児間野生児こが野放しになってるので、 野生動物というものを、こう、触れ、ちょっと触れただけで、なんか罰則を与えられるのかっていうのは、それちょっと無理なんですよ。よくなんか日本に来てる、あのー、研修生、外国人の研修生が、野生のほら、ネズミだとか、なんか、ヌートリアみたいな捕まえて、ラインとか捕まえて、自分たちで調理して食べちゃってるっていう動画ありますけども、あれは引っかかるんですよね。摂取をしましたから。でも今回は何にもやってないので、っとちょっと蹴ってるだけで、ちょっと難しいってことで、これ法的には難しいってことなんです。 はい、で、どうやったら罰せられるかというと、うん、あの動画が原因で、えー、損害賠償になった、売り上げが落ちたとかあ、もしくはお土産屋さんでもロテナの売り上げが落ちたとか、お参りに来る人がいなくなった、あのクレームがたくさん来た。おまうん、ということで、通常得られる収入が得られなくなったとかっていうことで、損害賠償、これになるのかな。 えーえー、道徳違反だとかいろいろ考えたんですけども、いろいろ調べたんですよ。どうもりするものないんですよね。で、プロの弁護士もちょっと難しいみたいなこと言ってて。で、逆にこ、あの男がですね、えー、俺の、あのーね、仕掛けた動画がアップしたから、会社行けなくなっちゃった、会社クビになっちゃったよ、あのー、俺鬱になっちゃったとか、変に訴えてきてあの、えー、その人、配信者の方、えー、に逆に損害賠償する。 侮辱罪だとか。まあ、そういう可能性もあるのかないのか分かりませんけど、多分やらないと思いますね。そんなの相手冷めないと思います。で、これね、廃止元っていうのはどこなのかというとですね、これなんですよね。元道さんのチャンネルで見たんですけども、この野生の王様っていう奈良の ををメインにししたあ動画を配信してるチャンネルこんな感じでね、チャンネル、野生の王様ということで、はいま、奈良の公園のね、鹿のことに。これですよね。ちょっとあれしましたけど、これがそうですね。で、これ、配信されたのが7月の20日です。今日27日、間もなくて28日になりますけど、1週間経って、あのー、この人間が見つからないということは、イコール、もうこれ、多分お流しになると思います。 結局、捕まえたところでも、ただ注意事項で終わっちゃうような感じなんですよね。うん。で、この人にプレッシャー与えるためには、まあ、ちょっと動物愛護団体にも好きな人も、動物愛護団体もあまり動いてないんですよね。うん。でなので、私たちでこうやってあ圧を与えていくしかないですね、SNS で。ということになっちゃいます。はい。 えー、まあ、ちょっとこれ、非常に残念ですけど、結局あのまあ、なんだね、例えば、ちょっと前やってた、チャリカス BBA ってあったじゃないですか、東京のオタクで。あのほ、車が進行しているところに、信号が赤になってるところ、女子高生が待ってるところの前を横切って、走ってきた車と鉢合わせにして、ちょっとあんた何なのよと、やった。あの女の人、今、全く風化しましたけども、あれと同じように、やがては風化されちゃうんじゃないのかなと、僕は思って まあ、ちょっと非常に残念ですよね。あ奈良のね、鹿さんに言わせればちょっと残念だと思います。私は再生数取れたんで、皆さんに感謝いたします。ということでですね、えー、コメントくださった方ですね、えーあのー、皆さんにですね、感謝の気持ちをおっしゃりたいんで、はい、これですね。動画のコメント、これです。 この動画のコメントをくださった方に皆さんに一人ずつ頭を下げていきます。コメント読んでいきますね。<laughs> ユーザー,ー OP4CCC さん、12分前ですね、えー。何か足立区に住んでる中国人みたいな情報が上がってましたね。奈良に住んでるけど、ほんまに来ないでほしいわ。あこれほんと奈良の人の気になったらね。ああ、本当ですよ。やっぱこういうことで有名になりたくないですよね。あんな可愛い,い時間がですね。 それも2年前に安倍晋三さんもね、えー、まあ銃撃に会いましたからね。本当、ありがとうございました。はい、次。えー、っとね、レイレイレイさん。拡散しましょう。罰則下せるなら国際指名手配。<laughs> 日本が舐められないためにも、もっと毅然とした対応。いや、本当ですね。はいコメントありがとうございます。拡散しましょう。これをね。はい、お願いします。で国際指名手配を。本当ですね。これ本当、国際指名手配。もう、それ以上のことです。 震えて待ってなさい。多分ね、今、ちょっとね、心苦しいと思います。というか、かなり心苦しいと思います。はい、えー、W22NM さん。今回、なぜ動物愛護団体さんが何もアクションを起こさないのか、不思議だ。本当不思議ですよね。あーちょっとこの程度であってる部分もあるのかもしれません。はい、ユーザー CB8 さん。こいつ、中華やろ。<laughs> 中華料理ならね、えー、あれですけども、まあ。 どうなんでしょうかね。ありがとうございます。次、えー、UD4VA。鹿せんべいに鹿のうんまるをつけさせて食べさせてるのありました。ありましたね。あれも良くないです。これも罰則してほしい。私も同意見です。コメントありがとうございます。はい。ゆうこさん。絶対に捕まえて。同じです。捕まえてください。なんとかね、罰則の注意事項だけでもいいからね。お願いします。 逮捕強制送還。はい、当然です。もしね、異国の人だったらもう、今逃げちゃってるんじゃないんですかなもうね、もし外国人だったら。はい。こういうのは日本の甘い法律レベルよりも、自国の法律と同等レベルで処罰していい。うーん、だからどこの国なんでしょうね。中国だったら、相当厳しいのかなはい、韓国。北朝、北朝 <laughs>、うん。北朝、あんまり言わない方がいいか <laughs> えー、これなんて言葉ですか、これ。 すまきだな、すまきだな。毎日怯えて眠れ。すまきされちゃって縛られるってこと怖いですね。はい。日本人っぽいっていう意見もあります。ただ、人定は確認はできてないですね。このまま風化していくと思う。名前も何もさらさらないと思いますね。はい。<laughs> 次、ユーザー NP3 さん、女性の方ですね。何か日本人ではないかとの話もあって、なんとか特定していただきたいです。実際どうなのか。 あと、親子でしかも殴りつけてる動画もありますね。あれもなんとかしてほしいです。いや、ほんと、ほんと。あれも殴る程度で、軽症だったら野生長寿は難しいんですよ。あの、札丸が怪我させたとか、腕切っちゃったとかね。そのくらいやらないと腕を骨折したとかね。ありがとうございます。見つかりますように、もう帰国して,、ま、しているかも、うん。そんな気しますね。ありがとうございます。原黒さん。 死ぬたクマシンとンですよ。ははほんと。俺もそんな感じしました。はい。え、EQY さん。はい。邪魔。邪魔じゃどけ。日本に住んでる人間に間違いない。僕、なんか、あれ、日本語じゃないかなと思いました。何度も聞こえましたよね。はい。え、XE、マー、e、まあさんね。はい。高額な罰金刑にしてください。うん、法でもね、やっぱりそういうのはや天然記念物ですから、罰金刑してもらいたいですね。はい。レイコさん。あれレイコさんね。 別の人かないつも来る人じゃないか。もし C 国の人なら空港フロントに写真と AI による顔認証してほしいと思います。誰かこの人の顔認証できるようにどうかお手伝いしてください。ゼガヒでもお願いいたします。本当ですよね顔認証してるんだから、あれ活用しないとダメですね。あ、レイコさんありがとうございます。はい、ありがとう。次、えー、っと、QGVY さん。あ、男性の方ですね。ありがとうございます。捕まえたとしても釈放じゃないのそこら辺を徹底しないと、記者の宝なんだろ まあ岸田さんね、外国人の宝なんて言っちゃったんで、言っちゃったんで結局こうやって拡散されてますけども。まあ、捕まえても、そう、注意事項で終わっちゃいますね。うん、起訴とかの問題じゃないと思います。はい。信彦さん。駅や空港に手配写真、でかでかと貼りまくりましょう。<laughs> いや、実際そうですよ。うん。うん、ただ、これ、刑法がね、あの、やった行為がそれほど重罪じゃないんですよね。うん、もうちょっと派手にやらないとっていうのがあるみたいです。はい。 GR9 さん、おつむが空っぽなのか。す <laughs> べて空っぽだと思いますね。はい。えっ、ー、と、TACU さんえ、特定班よろしくあ。もう特別チーム作るしかないです、こういう場合は。はい。真剣になってやってないと思うのか。はい。えー、次、BI3 さん、団結し、みんなで日本を守りましょう。これ以上許すわけにはいかないのだ。 結束力って同じ方向向いて動くんで強いんですけどね。まあ、おっしゃること本当わかります。団結力です。はい、もう帰っちゃってるでしょうね。うん。賢いのは帰っちゃうんですよ。空き巣やっても何でも。空き巣やったその日に帰っちゃうんですかはい。<laughs> まあさん、ネット民の恐ろしさを教えてあげよう。中国人だろうが日本人だろうが許さんぞ。本当です。ありがとうございます。えー、CP93、特定班出番ですよ。 だから特別で活動できる人に任せるしかないんですよね。はいえー、チャームさん。えー、奈良県警は当てにならない。元首相が選挙期間中にあ丸されたのものの司法解剖と警察発表に違いが再建されて、まだ解決すらしてない。埼玉県警と同じで外国人は不起訴だろうと <laughs> <laughs>、まあ。そうか、ね、関係者同じでしょうね、あのー。安倍さんの場合はあの銃弾見つかってないんですよね。 でも,でも山上さん、ずいぶん山上容赦考えましたね、あれね。動物愛護。はい。EK さん、ありがとうございます。本当、動物愛護ですよね。動物好きな方には。来んな、帰れ。do, do not come back.come, go back.do not come, go back. うん二度と来るなら帰れよって、ね、英語で言ってますね。ありがとうございます。RJ さんですね。JR4 さん、4 2,、4さん。 えー、この事件明らかに犯罪です。奈良県警さんよ。しっかり記名を据えて検挙しなさいよ。ほんとそうです。はい。はい、次。えー、日本さん、足立区に住んでんじゃないのど、どこぞのあんちゃんがど、あ、ヤーマンさん、トーマンさん,さん。なんか、なんかその若いあんちゃんですけど、ちょっとあれは違うっていう噂が流れてますね。はいはい。一応なんか奈良県警にかけてる。あれ、パフォーマンスだったのうん。 奈良県警は対応しないみたいなこと言ってましたけどちょっとあれは怪しいですね。はい。はい、次、GG9 さんですね。顔画像ありがとうございます。拡散します。皆さん見つけ次第捕まえましょう。うん、捕まる、とりあえず捕まえましょうみんな広告だけでもいいので、お願いしますね。ありがとうございます。はい、次、加納さん。GPS でもつけておけ。本当です。同じ意見つけて、すぐわかりますからね。はい、CX3 さん。こいつな。うん、こいつだ。ほんと。 え、次。しばらく顔が出た映像。渋く顔が出た映像ですね。これね。はい。ようやくだ。ごめんなさい。ようやく顔が出た映像。なんで、何でもかんでもモザイクをかけるんじゃないよって。<laughs> ようやく出た。あ、20日ですからね。今日28日なんで。うん。まあ、いいんじゃないですか。次。花田さん。逮捕強制送還。 いやもう日本でね、こういう貸してやったら、もう返しちゃえよ、もう。だったらみんな税金納得して払うかもしんない。はい。ムーさん、いやいや、見つけたら芝く。<laughs> ね、それちょっとまずいかもしんないけど、気持ちわかります。はい、次、原さん。足立区の日本在住の品地区ですよ。なんかね、あの日、いや、トーマスさん、トーマスさんだっけうん、やってましたけどね、若い子はね。どうなんだろう。 はい、35B さん。対応遅いですね。これからはどんどん逮捕してください。応援します。プラスチックゴミや紙をあ、あったあった。ある程る中国人も鹿さんが死んでしまっているようです。いや、そういうもの食べちゃうんですよ。だから、やるのやめてくださいね。本当ね。気持ちわかります。ありがとうございます。えー、次、XE3 番さん。こんなやつ絶対許すな。干ばつが下りますよ。逃がさん、逃がさん。うん。あ、あの、巡りに巡ってきます。多分そうなりますね。はい、次、TD83。 写真の手配書。うん。必要です。手配してください。ね、頼みましょう。次、えー、SX7EO さん。テレビでも拡散放送しなさいよ。テレビでも何,何,何社かやってますね。YouTube 見るとわかると思います。SW948 さん。その法律を中国語や英語に書いて近くに置くべきだと思いますあ。それが一番いいですね。日本語だけじゃダメですよ。やっぱり言うべきですね。でも今やってるみたいですね。今ならでは。はい。 報奨金云々言わないと知っていても連絡してこないのでは、多分動画撮ったのも仲間だろうし、罰則規定を立てれに置くべき、立ちれに置くべきっていうか。なんていうもんだこれ。はい。もうちょっとって立てれですねあ。はい。ごめんなさい。ありがとうございます。そう、あの、だから結局ね、あの、あの、 で野生の王国さんがその後注意したっていうので、多分人定は確認できたのかもしれませんよ。はい。次、QH9 さん。捕まえてみんなで賞金出せば捕まる。知事出してください。そうですね。鹿を愛する人はそう思うと思います。金出した方がいいですね。はい。ACEO、はい、汗尾、e、さん、はい。これほど素晴らしい動画を俺は見たことありません。拡散してり。 いや、これ嬉しい。本当ありがとうございます。こんな嬉しい言葉初めて聞きました。はい。えー、CR13、拡散大賛成です。金庫より罰金が良いですね。鹿の餌代にしてください。本当うん、金庫はお金のものが負担ね。金庫入っちゃえばいいわけですから。真ん中でただいるだけです、金庫はね。はい、顔出す。はい、本当です。幸子さん、ありがとうございます。鈴木さん。<laughs> ズキーさん、はい。文化財本法違反って響きに違和感。鹿を文化財と呼ぶって何か人間ごますぎね。動物愛護法でよくね。てめえらどうも。うん。あの、あれどう、文化財、天然記念物なんで、あやめ、まあやめちゃったとか、負傷させたっていうのでないと適用できない。抵触できないみたいですね。ありがとうございます。はい。ラララアオさん。こんな人間正しく罰する法律変えてくるよ。あ、これ法律必要ですね。 あの、占有している、あ勝ってるっていう面目ならば、ちょっとニュアンス違ってくるってことです。ありがとうございます。ユーザー、F、f p a さん、どうせ吹きそうでしょまあ、吹きそうですよね、はい。重罪じゃないです。はい。IB7 さん、全国に指名手配だね。ネットでしかならないですね。多分、北海道の地方だ、ね。いや、関東の全然分かんない。房総のほうにいても分かんないんじゃないかな、あれ。ヒデジさんですね。ありがとうございます。チョさん。 最低逮捕して、カアップで拡散。いや、言ってること分かります。本当、最低逮捕ですよね。と思います。はい。ょっと自首するのは一番いいです。はい。ケイさん、本当見つけてください。絶対許しません。もっと極刑を。うーん、でも現状の日本の法律はどうかなと、部分もありますね。はい。モリさん、重利さん、今度は鹿ですか。本当に情けない。 まあ、その前に何かあったんですよ。動物に当たる人、ね。物に当たる人は、ね。しょうがないですね。ありがとうございます。はい、次。えー、OF、o, o オフ o、F、さん。はい。空港で貼ったら見つかるかもね。だから治安を守る人たちはザルだからもうとっくに帰国したか。靖国人じゃの件みたいな。まあ、賢い人はうまくやってその日に帰っちゃうんですよ。これは本当です。はい、H さん、えー、間伐を追加せよ。もう何畳にもしてももういっぱいやった方がいいと思いますね。<laughs> そう思う人はね。 はい、次、ナオさん。捕まったとき不起になったら外国人。ニュースになったら日本人。うーん。だから結局外国人に甘いんですよ。はい。次、えー、VZ3 さん。天罰が下りますように。まあ、おそらく巡りますね。はい。はい、次、ユーザー。VV さん。また下30センチくらい。<laughs> どういうことかなはい。はい、次、えー、春さん。僕の同じ絶対。 絶対日本人っぽくないか、服装とかそうだよな。いや、僕、そっちの線じゃないかなと思ってます。はい。倉吉さん。え絶対捕まえましょう。いや、ほんとほんと。皆さんの、あれです。これが犯人。ユーザーさん。ちあユーザー CI2 さん。まあ、そんな感じみたいですね。はい、次。まさよさん。殺人でも無罪になる。どの日本がどこまでもやるのかな。期待ができないね。残念な日本だよ。 まあ、これもうそのままお流しになっとくも思いますね。チャリカス BBA よりもひどいですね。名前も何もわかんないです。はい、次。RJ2 さん。動物虐待は日本では逮捕されるぞ。あ、逮捕されます。だ逮捕されてますから。2021年かな七公演はい。No, no、Name、はい、次はこいつか。<laughs> 前年はあの21年のあれなのか。ネットのニュースなのか。はい、次。KY8 さん。 5年でも足りない。5年プラス、蹴り飛び込んだ。本護し入れて操作してほしい。本当ですよね。これ、奈良の人だったら本当、あれですよ。お,お怒り浸透。WGAT さん。ビビりの中国人は名乗り出ないのよ。うん。中国人は名乗りで、ね、出ないよ。うん、まあ出ない。出ないよ。逃げる。はい。うんこれなんて読むの天が悪に悪事を許さない。 天網開会、ちょっと待ってくださいね。天天網開会。えーえー、天天が張り巡,巡らした網は広く、目が細かいようだが悪人悪事はっていうことですね。うん。 つかまず見つかるっていうことでしょうね。天網開解。天の道理が厳しくも正しいということっていうことですね。天盲解、ありがとうございます。勉強、漏らさず、ありがとうございます。勉強になりました。隙間が、天を張っている網は非常に大きく隙間があるように見えるが、何があっても悪は逃さないっていうことですね。天網開解ってです。はい。えー、これ。 かわせばさんですね。ありがとうございます。捕まえてください。EO7 さん。お尻の百盾的罰則も付け換わってください。鹿の気持ちよいまあね、お尻はまあ別に、まあ、子供ならあれでしょうけども、とにかくなんでかしらね、やってもらいたいですね。はい、次、SSA8 さん。見つかりますように。本当です。ありがとうございます。はい、波打ちの毛で、ありがとうございます。波、まあ、よそのくの波打ちなんでしょうね。次、FN さん。絶対見つけましょう。本当。 忖度なしだ、ダブ WN さん。う、ま、ん、あ、もうこんなの忖度も何もないですよ。はい。WN さん、だ奈良県警動けよ。まあ、それなりには動いてましたね。一応パフォーマンスしてなんか DJ ポリスやってましたね。罰則規定があるって言っても、どうせ日本人にしか適用されないんでしょう。現状そうなんですよね。ねはい。外国人は返し返せばいいんだよ本当は、ちょっと収容してもらいたいですね。はい、次。OJ7 さん。 なぜその場で取り押さえないのか。一応、中字、あのね、野せの国さんはやったみたいですよ。はい。次に、正幸さん。WMQ さん。日本人なの、うん、まあ、今のところはっきりしないんですどっちかわかりませんね。はい。UW7 さん。天罰あるよ。多分来ます。天網開会,会になりますね。はい。<laughs> ムーンストライクさんあ。中国人で間違いないのかな。なんだか中国人に見えないような気がするんだけど。中国ではなかったらちょっとまずいな。 うん。日本人、うん。まあね。まずいでしょ。はい。次、ゆうこさん。国際指名手配だ。ありがとうございます。本当ですよ。そのくらいやってもらいたいですよね。うん。ね。GS4 さん。時間の問題だな。いや、あんこのまま風化しちゃうかな。8日経ってるもんね。え次、えー、SY4 さん。動物愛護団体の方たちもよろしくお願いします。本当にお願いしますね。なんでかしらコード取ってもらいたいです。天然記念物です。 ですからね。z r 9さん。この男は懲役5年と罰金100万円。<laughs> <laughs> すみません。まあ、両方です。はい。K さん、発見したらまず犯人を拘束して、歯、え、科、ー、愛護協会に電話しましょう。おう、それは本当。うん。逃げないようにね。はい、ユーザー DK さん、対応、起訴処分は当たり前だが、不起訴にするなよ。そうかけ。<laughs> まあ、バックがね、後ろ盾ですよね。はい。XI さん、拡散。ありがとうございます。拡散しましょう。e l ザー HT4 さん。中国人やろ捕まえて鹿,鹿にしたことと同じことしよう。本当だよ。思うよね。蹴ってます。キックボクサーの蹴りが一番いいよね、はい。TH さん。他にも中国人で親子で叩いたり蹴ったりしてますよ。そういう画像を鹿公園でも大々的に流したら効果あると思います。失敗例っていうのはやっぱりパンフで見せるべきですね。はい。 次、安子、木、田川さん。はい。奈良県民です。捕まえてください。あ、県民の方、奈良の方怒ってますよね。相当怒ってます。はい。三年三。神を蹴ったら死ぬか殺されるかしかないよね。<laughs> まあ、神だからね、しかね。はい。はい。次、ユーピーさん。ここも監視カメラありますとか、看板立てたりしたら、抑止力のために日本のおまわりさん優しいから、中国人相手じゃ負けちゃうと思う。警察じゃなくて、えー、 ケーラ隊の方がいいよ。うん。ケーラ隊なんだろうね。はい <coughs>。ありがとうございます。えー、MB さんあー、鹿は凶暴やわしなら角を持って振り回して木にぶつけたる。<laughs> これはね、冗談でしょう。はい。ありがとうございます。えー、口さん、えー、大きなクマ、プー人形公園内にいっぱい置けば、設置しておけば少しはましなのかも。<laughs> まあ、クマはね、お前ちょっとジャンル違いますけどね。はい。 えー、R, I, R, L, R さんですか死刑にならないのあ、死刑はちょっと、ね、ほど遠いと思いますね。あ、ロさん。あ、見つけて許されるならボコっていいですかこれじゃ捕まるの間違いなく、その日、車庫で済むのは今の法律ですよ。反省してるの一言で。<laughs> 本当だから、なら退治しているところを見,見ぬふりしてくれた方が後悔させられると。うん、そうですね。うん、はい、次。 JPN さん、外人さんは不起訴。まあ、そうがないな。まあ、同じこと思う方いっぱいいますよ。はい次、次、えー、DX。かしこまりました。はい、ありがとうございます。ぜ <laughs>、QE さん。で、罰が当たればよい。いや、めぐってきます。はい。サーさん、外国人また不起訴にされてしまうんでしょう。罰則あっても形だけにならないように。犯罪者を優しくするのは止めてほしいですね。 人を殺しても外国人なら不起なんだから。ねえ、これしょうがないよね。はい、次、スーパーさん。はい、これテレビのニュースで見た、この手の事案が多いと、多いとのナレーション、すでに中国人と判明してるのが国籍は伝えてなかったわ。あ、そうなんだね。うん、テレビでもやっぱり取り上げてます。はい、次、PI さん。これですよ。やってはいけないことを考えてあげる。なぜ蹴ったのか聞いてあげる子供のように。 そしてしっかりと責任を取ってもらいましょう。大人だったら本人に、子供でも親に、日本が大切にしているしかなんですか本ほんと。やっていけないことですよ。教えてあげる。まあ、幼稚なんでしょうね。物に、なか嫌なことがあって、も物に当たったんでしょうあれはい、MK さん。ほぼほぼあの国だと間違いない。うん。ほぼあの国だ。どうなんでしょうか。はい、次。YE さん。さまずは全ての鹿さんに土下座して謝罪せほんとですね。 次、NU さん、チャいかなあれを出す。EG さん、ケコさん、この男を罰金拡散して探しましょう。うん、ほんとだよ。はい。次、TT さん、罰金にやろうぜ。みんな探してやろう。どうせ日本の政府の動きも見れるし、機会です。ほんと、罰金。 世界デビュー、ZK さん。<laughs> ねえあの、観光客いろんな人いますからね、あれならね。はい。風さん、悪いことをした人間にモザイクやねい。生きった代償を払う番が来たね。ほんと。その通り、よしこさん,、うん。本当ですよ、悪いことした人はね、モザイクやないよね。うん、まあ、やっぱ難しいんでしょう。鹿が大人しいの良いことに生きり散らすのって恥ずかしいな。そのおこ報復は、あ 必ず自分に返ってきますよ。本当です。メイさん、ありがとうございます。次、VZ さん、動物虐待や法律違反では奈良県警は逮捕しないのか。ちょっとね、もうちょっと派手にやってもらわないと。はい、次、DG さん、日本人ではない。どこの国の人間なんでしょうね。やっぱはっきり言わないとわかんないですよ。KBH さん、顔を見せることで亀裂な行為が減ると思います。悪いことは日本人でも許してはいけません。本当です。 AD さん、こういう弱い相手に生きるやつって今まで悔しい思いをして生きてきたんやろうなと <coughs> 思ってしまう。A 年して普通に育てばこうはならん。まあ嫌なことあったら、まあ幼稚なんでしょうね。幼稚な人は多いです。はい。かなりいます。SH さん、髪型は韓国人っぽいんけど、センター分け、マッシュ、刈り上げが韓国で、中国人はぼっちゃがり、角刈りのイメージ。うーん、そうなんですよね。あの、キム・ジョンがやっぱりキノコですからね。 うん。ぽっちゃり系なんだよね。ありがとうございます。うーさん。野放しな。だ結局野生なんですよね。うん、野生鳥獣なんで罰則しにくいです。ありがとうございます。ビッグジャマジャーさん。邪魔じゃあ、スーさん。って言ってるから、関西人系。うん。邪魔じゃあって言ったのかな。はい。じゃもう見た目で中国人の民度がありありとわかる。うん。まあね。どうぞあざのね。はい、次、えー、ピエンさん。 拡散して捕まってほしい鹿だけじゃなく生きているものを大切に扱ってほしいです。ほんとほんと。おっしゃるとり。はい。R.I. さん、えー。腰を蹴るなど乱暴な行為するのは日本人が奈良の人たちが大事にしてきた心に唾を吐くようなの。許せません。ほんと、許せませんね。なんて読んだろう。許せませんね。 次。空港で顔認証スク,スクリーニングして、スクリーニングして逮捕しろ。顔認証できるんだからやってもらいたいですよね。はい。次。ジェンさん。ありがとうございます。日本人が外国人かわからないが、日本に住んでいることは間違いないだろう。すぐに明,明らかになる。いやー、どうかな <laughs> はい。僕は足立区にいるのね。KW さん。あ、他のチャンネルでも言ってましたね。さっきも同じ意見ありましたね。はい。 はい、HN さん、人間セント君に改造したらいい。<laughs> ちょっとごめんなさいね。セント君、面白いですね。あヒロさん、わかりました。情報提供ありがとうございます。いや、ありがとうございます。えー、UT さん、そんな甘いわ。始末したらいいやん。ありがとうございます。ほんと始末してもらいたいですね。H さん、遅刻しないように注意。うーん、もう言っちゃったかもしれない。AK さん、張り紙作戦の R シール剥がしてこれを貼ろう。<laughs> R シール何だったんでしょうね。あれ。 えー、w q さん、鹿がかわいそうで見てられません。いや、私も同じです。なんでだろうな。不良の先輩みたいであれ。警察に捜査す、次、えー、警察捜査して逮捕してくれさい。世界中に精神的不快感を与えたい重大な犯罪です。だから、快感って不道徳だからっていうことで罰することができるかもしれない。はい、ヒロさん、どんどんやれ。このやつ刑罰を与えられる鹿さんに顔向けできない。ほんと、ほんとたか。高須委員長にまた賞金出してほ、ね、しいね。 絶対捕まえてほしい。結構ね、お金出すと心理みんなあれになりますね。何かはやっぱり真剣になりますよ。はい、次、美容さん。この写真、うん、撮った人に祝福 <laughs> あ。野生の王国さんですね。拡散したのは切り抜いてる、それはわかんないです。次、SOU さん、はいえ。神の動物に、うん、悪さをしたため、日本の動物神は、うん、いずれこの男に大天罰を下すた。まあ、来るでしょうね。はい はい、次、ユーザーさん、ユーザー NI さん、はい、逮捕して、本当です。さくらさん、こういう対応を強く支持しますってことですね。ありがとうございます。こういうやつらに対しては顔を隠して、徹底的に追跡しましょうか。さらして追跡しましょう。こういう対応こそが類似犯模倣犯を封じ込めることになって。本当そうですよ。はい、次。 ZZ さん、げさん、おまわりさん頼りない中国人相手に対処できるのか。まあ、それなりにやんのかな。はい。あまり、あ、当てにしてません。次、SJ さん、絶対捕まえて靖国の件も。本当です。靖国、向こうでもう飲もうとします。あ次、えー、UM さん、見つけたら同じように蹴り上げますね。<laughs> 本当。お願いします。まあ、ちょっと過失になっちゃうんでね、その辺とか冷静に大人の対応した方がいい。 はい、次、ユーザー、TV さん。よく写真撮ってきましたね。顔はもうめました。ありがとうございます。なんとかしてもらいたいです。次、ヨーヨーさん。日本人なのかまだその辺がね、もうでも無理だと思うな、これ。はい、次、EU さん。拡散希望案件。ありがとうございます。本当に拡散してください。次、FN さん。この人間ですね。みたいになってますね。はい。はい、次、えー、リュウさん。不思議ですね。誰にも知られていない人っていますか隣に住んでる。 人とか学校とかが一緒だと必ず知ってる人いらずなのに、一週間くらい経ってるのに名乗り出る人がいないんですよね。いや、ほんとあんま分わかんないんだよね。ありがとうございます。GI さん、中国人と分かったらしいですよ、まうん。まだ今のところ報道ね、あれしたですね、わかんないですね。はい、次の方、ミスティさん、お願いします。こちらもお願いします。ありがとうございます。はい、次、ZD さん。タバを覚え。 えられないから、写真を貼っといてほしいね。あちこちに。ほんとほんと。貼っちゃっていいんだよ。はい。ありがとうございます。しず,しずえきさん。はい。最低男来るな。まあ、こういうことやってもらいたくないですよ。本当に。次、えー、UJ さん。こいつに賞金かけたらいいうん。ほんとほんと。はい。CR さん。弱虫か。<laughs> 当たるところないんですよ。はい。次、一、え、本、ー、さん。INA さんですね。 で鹿に座ってる人の写真も上がってましたね。何考えてるんだあ,あったあった。なんかそんな風になっちゃうんじゃないの分かんないけどさ。で、思っちゃいますね。はい。YS さん、合点だ。合点図しってありましたね。は <laughs> い、次、ユーザー EZ さん。継承かけましょう、共犯者にも。共犯,者に共犯者いたんだろうかな。野生の王国さんは共犯者じゃないと思います。はい、次、MK さん。すでに出国し,、えー、してました。が多いね。 ジャクサ関係者200社にサイバー攻撃をした人民解放軍の幹部の、うん、あ時、放日して金を貸し付けし、消費税7億円を見払えいつもすでに出国してます。テレビのニュース番組。あ、そうなんだ。ジャクサ関係者ね。ま <laughs> あ、サイバー攻撃ですからね。やる人はわかると思うんだけどもね。はい、次、えー、SD さん、ち首ごくもんでお願いします。ほら、お、うん、んと、おんと。 そういう気持ちになっちゃいますよね。なおなおさん、犯人捕まえた方がいいでしょみんな中国人だと言っていますが、違うかもしれません。だからその辺なんですよね、はい。さっきも言いました。T さん、通報して処罰される前例を作りましょう。そうそう。目撃された皆さんよろしくお願いします。実例、前例が必要なんです。<laughs> 本当に。はい、次、見つけよう。ありがとうございます。次、中国人。ありがとうございます。 顔をさらしてネットで世界配信すべき。ありがとうございます。本当ですよね。一歩進んだ感じです。日本人は怒りましょう。ですね。いろんなことが今起きてるんで、手遅れになる前に行動を起こしましょう。いや、本当、初動が肝心です。はい。ネット賢者様特定願います。いや、本当、本当。じゃ次、Q ですさん、PW さ、ん鹿の神様が絶対見つけてくれます。今日行ってきました、神社に。鹿見てきました。はい、ちょ、はい。 B.I. さん、一昔前なら大きな罪だよ。奈良公園の近辺は、の人は。だから早起きだ。あ、やっぱそうなんだね。神社僕は早起きが多いですね。j z z さん、自首した方が早い。じゃこれだけだったら自首した方がいいんだよね。ありがとうございます。E.E.Q.E.、E e、さんです、Q.E.7 さん。品密度高いエリア、東京都、江東区に存在する。まあ、いろんなとこいますからね。うん。 まあ僕も一緒に働いたことありますけど、次、中国人だ。いや、違う、どう見ても日本じゃん。で、盛り上がってますが、中国人が中国系日本人表記で OK。あ、中国系っていうのもあるね。はい。えー、コさんあ、蹴ったといっても軽くどついただけやん。こんなんで炎上するわ。怖すぎるわ。うん、そういう部分もあるかもしれません。ただ、あの、うん、あんまりにもみんながいる前はダメです。 いてもダメ。いなくてもダメだよね。はい。うまさん。鹿だけに仕方ないとならない。叱るべき処,処罰を。それは鹿ら。<laughs> まあ、それはね、死というのはあれでしょうね。はい、次。ヒカルさん。全国に指名対しましょう。逆にいたずらし中国人も一緒に回してます。い。や、ほんと。ありがとうございます。ぜひお願いってしたいです。そうですね。はい。みんなこいつで探し出そうぜ、EBH さん。うん、探しましょう。 え、uh, YF さん、捕まえた時点は普通に罰金100万、uh, 5年以上ぶち込んでやればいいよ。<laughs> そうですね。<laughs> はい、次。5年なら宿屋つかないんで実刑かな。実刑してほしいですね。まあ、でも21年実例あるみたいです。i a t ラさん、uh, 特定班お願いします。高橋社長もお願いします。ありがとうございます。Uh, マカジンさん、uh, 罰則以下でなく以上にすべきな。Uh, それ以下っていうのは良くないですね。それ以上。そういうのもあってもいいと思います。 UH さん、買うだけのアップがあればいいのにってい。いや、ある、うん。だから、あると思います。はい。ポンさん、目立ちたかった。<laughs> まあ、単純ですよね。奈良の鹿様を蹴ったって、バチが当たるって、消しからん。いや、本当ですよね。はあ、やっと読み終えた。本当今日はね、皆さん、ほんとご視聴してくださりありがとうございます。えー、皆さんね、えー、これからもよろしくお願いいたします。あ今日はこれ、ちょっと長くなっちゃうんで、これで終わりにしたいと思います。本当ご視聴ありがとうございました。